はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校社会、まあ、3年生のね、公民のところで、基本的人権の覚え方ね、この語呂合わせをやっていきたいと思います。で、基本的人権ってね、どういうものなのかっていうね、まとめの解説をね、別の動画でしているので、まあ、下のね、概要欄にリンク貼っているのでね、詳しい内容っていうのはね、この基本的人権のね、具体的な内容っていうのはちょっとそちらの方を、見てください。で、今回はね、ちょっと語呂合わせをね、中心にやっていきます。で、基本的人権っていうのは全部でね、この5つがありました。自由権ね、自由に生きる権利、まあ、細かく見ていくと、身体の自由、ね、精神の自由。まあ、この精神の自由の中に、信教の自由とかね、学問の自由とかそういうのが入ってるよ。で、まあ、経済活動の自由。まあ、この中に、居住、移動、職業選択の自由とかね、財産権の、保障とかが入ってるよと。で、自由権。次が、平等権、ね、平等に扱われる権利。で、3番目が、社会権、ね、人間らしい生活を営む権利。で、この社会権を詳しく見ると、まあ、生存権とか、教育を受ける権利、勤労の権利、他にも労働三権、ね、っていうのがあったりしますよと。で、次、4番目、参政権、まあ、これそのままで、国民が、ね、政治に参加する権利と。で、まあ、具体的に見ると、選挙権、ね、投票しに行く権利、非選挙権、まあ、立候補すると、ね、国民審査権、これは最高裁判所の、ね、裁判官が、ふさわしいかどうかっていうのをね、審査することができる、権利と。で、他にも、憲法改正の時の、国民投票とかね、まあ、他にも自治体とかで行われる、住民投票とかね、あとは、まあ、請願権、まあ、役所とかね、政治家に、お願いに行くね、この請願権とかがあるよと。で、最後、5番目、請求権というのは、基本的人権がね、侵害された時に、国などに救済を求める権利と。で、細かく見ると、裁判を受ける権利とね。で、まあ、国のね、やったことで、なんかちょっと損害を被ったりした時に、そのね、賠償を請求する国家賠償請求権とかね。あと、まあ、無実の罪でね、逮捕された時とかの、賠償を求める、刑事保障請求権とかね、そういうのがありますよと。で、このね、自由権、平等権、社会権、参政権、請求権ね、この5つを覚える語呂合わせが、まあ、こちらになりますね。まあ、ちょっとこのイラスト見ながらね、重病者会とね、サンキューと。まあ、この人がすごいね、重病で、もうなんかもう、よろよろになってて、で、慌ててね、この人がね、重病者なのかいっていうふうにね、駆けつけてくれて、で、サンキューっていうふうに、ありがとうとね、感謝してるというような感じをね、イメージしてもらって、で、見ていくと、まあ、重病者会っていうか、重がこのね、自由っていうことね、重が自由権。で、病が、まあ、平等権の病、ね、社会で社会権、ね。で、下のサンキューの3が、この参政権の3、ね。で、9が、ここは請求権のこの9をそれぞれね、表しているよという形になります。今回はね、以上になります。他にも、まあね、語呂合わせとか解説とかね、リクエストありましたら、下のコメント欄に、コメントお願いします。あとね、竹の子塾の Twitter、Instagram の、フォローの方お願いします。リンクは概要欄に貼っておきます。では、今回これで終わります。どうも、ありがとうございました。